続いて、こちらの数字47件、福岡市先週、一体何の数字か分かりますでしょうか、実はこういった数字なんです。先週、福岡市では救急車が出動した後に患者さんの搬送先が決まらないというケースが47件あったということなんです。ね実はこのの数字というのが コロナが流行してからでは、過去最多の数字となっているんです。搬送先が決まらないということは、つまり、それだけ動けない救急車が出てしまうということ。そんな逼迫した医療現場の力になりたいと活動する、早良区の会社があります。はい、じゃあ、こちらが救急車になり、<あ>うちの救急車になります。形が全然違いますね、やっぱり。そうですね。もうタクシーではないですもんね。はい もうもともと消防で使ってた救急車ですから。へ福岡市早良区のタクシー会社。こちら、およそ20年前から、民間救急として。医療機関と連携し、患者の搬送を行う有料サービスを行っているんです。うん、そして今年、県の要請もあって、コロナに対応した新しい緊急救急車両を製作しました。一見は、いわゆるハイエース。そうです、そうです。スタイルの。あの、車自体は。 えー、副車両になります。ああ<ー>、はい。あのタンカとかが乗りそうなスペースがしっかりあって、ただやはり目を引くのは運転席のところにかけてアクリル板が貼ってあるんですね、はい。そうですね。もう完全密封ですね。でエアコンはまあ前と後ろというのはまた別のダクトを通ってるので前に影響はないということで。うん、感染を防ぐためのアクリル板。さらに。 ドライバー用の防護服も準備されていて、ストレッチャーごと搬送できるようになっていますその乗務員さんが、感染リスクを負う可能性もあるわけなんですけれども、はいはい、そんな中でもなぜこのような取り組みをしようと思われたんですかやっぱり救急車はもっと本当に必要な方に行っていただきたいっていうのもありますので、それをコロナ患者さんにすることによって、消毒とか準備とか、いろんな部分で余計に時間がかかる。 っていうところもありますので、そういうのは民間に任せてください。よっていう思いはあります。<ー>はい。